国鉄タム5900経過者は、かつて日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道に在籍している私有貨車である。1956年3月23日にタム900型より6両の専用種別変更が大鉄車両にて行われ、形式名は新形式であるタム5900型とされた。 その後1960年8月3日から1963年12月14日にかけてタム900型より3両タム3900型より8両タム200型より2両の専用種別変更が行われ本形式に編入されたタム3900系タム200型より種車となった車両はすべてかつてタム900型より改造された車両であるため本形式は すべての車両がタム900型よりの改造車である。本形式の他に二流化炭素を専用種別とする形式はタ1500系、タ1600系、タム200系、タサ2200系、タキ5100系、タキ5150系、タキ1100系の7形式がある。落成時の所有者は昭和工業、東洋宝石の2社であった。 1979年10月より化星品分類番号年読36が表記された。車体色は黒であり、全長は 7800mm、7850mm、軸距は 3660mm、3900mm、自用石は11.5立方メートル、自重は11.2トンから11.6トン、換算量数は積車2.6、 空車1.2であり、走り装置は1段リンク式であり、その後2段リンク式へ改造された。1987年4月の国鉄分割免営化時には5両が JR 貨物に継承され、1992年4月に最後まで在籍した3両が廃車となり、同時に形式消滅となった。最後まで在籍した車両の末期は、 森山駅構内に留置され急車状態が続いていた。ありがとうございます。